石井、当日テレビの前で確認しないと、本当に放送されるかどうかまだわからない番組だと思っています。笑。今回、オープニングドラマはテレビ大阪さんのフロアをお借りして撮影させていただいたんですけど、普通に近くで仕事される方もいて、そんなことってあるもんなんですか。笑。それでも関水さんとのドラマ収録は緊張感があって、本当にいい経験になりました。 ロケも盛り上がりすぎて予定時間を遥かに超えてしまいましたので3本分くらい余裕でいけると思っています。この番組では僕が普段見せない姿を見てもらえると思いますのでぜひ楽しみにしてください。新山、秋の番組改編会見で番組名に仮がついたまま放送決定と言われたんですが仮は取れました。笑 僕らの服装を見ていただいたらわかるように、真面目に違和感を探しに行って、有益な情報をしっかりと皆様にお届けするという番組になっています。今回オープニングドラマで関水さんと共演させていただいたんですが、嬉しい反面恐れ多いというか、島田玉代さんとかの方が気楽だったなと思っています。笑本物の女優さんの演技を間近で見るのは初めてだったので、完全に圧倒されましたね。 台本を読んだ時、すごい気の強い役であると同時に、少し情緒不安定で抜けている印象も受けたんですけど、わら。実際に演じてみると、さやかさんととても楽しくお芝居ができました。オープニングドラマももちろん楽しみにしてほしいんですけど、ドラマを収録した後に、さやかさんがすごく面白いロケをしてくださっていると思うので、わら。私自身も視聴者の方々と一緒に楽しみたいなと思っています。